こんばんはおもちゃんです。今回ねポケットヒーローズシリーズライダーマシン5ってやつですね。1992年ですね。こういう感じのケースです。で2もあるのでね、2が出てきたら紹介したいと思います。で1350円ですね当時ね。じゃあ中身の方行ってみますか。まずこういうのがあるんですね。背景が入っています。そして中身の方なんですが、こういう感じなんですね。いいっすね。超かわいいっすね。でこれね外せます。こうなってるんですね。でこっちはね HG とかあのスイングに使われてる素材ですね。柔らか硬い感じのやつで、こっちは完全なプラスチックです。タイヤもプラスチックです。硬いやつね。でこれね結構しっかり乗るんですよ、こうやって。だからもう取れない、完全にはまるっていうかね、ポロポロ取れない。いいんだよね、だからこういうのいいんだよね。1号さんです。いいね。そしてブラックさん、なんか長いなこのバイク。我らがアマゾンさん、かわいい。いいねこのバイクも。いいねこれ、素晴らしい。しっかり細かく塗ってんだよねこのね。そして最後にですね、ライダーマシン5、これを紹介しました。それでは。